岩瀬忠成は、江戸時代後期の幕臣、外交官である。列強との接触に尽力し、水野忠則、小栗忠政と共に、幕末三春と検証された。維新後に、聖五位を送られた。島崎藤村の夜明け前にも登場する。旗本、下楽定城の三男として、江戸芝あたも西久保で生まれる。血縁をたどると、浅田藩主は大きい一貫の彦。 宇和島藩主伊達村年の八者子であり、男系で伊達政宗の子孫にあたる。母は、林十歳の娘で、叔父に、鳥井大蔵、林副歳、いとこに、堀俊博氏がいる。天保十一年五月、岩瀬忠政の婿養子となり、岩瀬家の家督を継いだ。天保十四年、昌平座学問所代潮塚に、合格、成績が優秀だったため褒美を受ける。 嘉永2年2月部屋住みより召し出されて、西丸古小番子となり、同年11月起点官学等を命じられ、翌年甲府へ出張。この時、安倍正宏より自腹を拝領している。1年後江戸に戻り、起点官学等としての功績が認められ、白銀15枚を拝領、ついで昌平座学問所の教授となる。嘉永7年、老中主座。 安倍正宏にその才能を見出されて、目付に任じられ、公部書、番書調べ書、長崎海軍伝習書の開設や軍艦、品川の砲台の築造に尽力した。その後も外国奉行にまで出世し、安政2年に来航したロシアのプチャーチンと全権として交渉し、日露は新条約締結に臨んだ。安政5年には、アメリカの総領事、 タウンゼント・ハリスと交渉して条約締結に臨み、日米修好通商条約に井上清次家と共に署名するなど、開国に積極的な外交官であった。ハリスは、井上、岩瀬の諸前権は綿密に築城の是非を論及して、あまりを並行せしめることありき、かかる前権を得たりしは、日本の幸福なりき。彼の前権等は、 日本のために移行ある人々なりきと、後に、当時の交渉のことを書き残している。幕府は、条約で決められた神奈川に代わり、対岸の横浜村に開港場を設けることとしたが、ただなりは、条約の文言を重視して、神奈川開港を主張した。同年、13代将軍、徳川家定の将軍軽視問題で、徳川義信を支持する、一橋派に属し、 大老となった、井伊直介が、反対派や一橋派の排斥を行う安政の大国で、作事奉行に左遷された。安政6年には、湿気を命じられ、江戸向島の菊萌園で諸賀の生活に専念した。文久元年、44歳で失意のうちに病死した。墓所は当初文京区の蓮華寺に葬られたが、後に、東京都豊島区の雑司ヶ谷霊園に改装された。 明治16年、ただなりの旧神、白柳津雲が、東向島の白髭神社に、岩瀬王諸君の防疫を混流。大正4年には、生前の功績が認められ、生後位を追贈された。さらに、昭和57年に横浜市の本学寺境第に横浜開港の主将者の石文が、昭和61年には、新城市川路の昭楽寺に、 岩瀬日後守るただなり検証の日がそれぞれ建てられている。平成28年、新城市したら現力資料館に銅像が建立された。後年、イギリス側で日英修好通商条約の交渉に当たった際の忠成の写真が発見された。この写真は平成20年に横浜開港資料館が借り受け、条約の資料とともに公開された。 日付イコール旧歴。我々は通商とか貿易といったことについて全く知らない。機械は通商が我が国にとり莫大な利益があると言明された。よって我々は機械を信頼し条約草案の機構を一切お任せする。願わくは我が国に利益のある草案を作り、機械の言明に偽りのないことを明らかに示していただきたいとあらかじめ断った上で交渉に臨んだ。 しかしハリスは、日本にとって有益になるような条文にすると、約束しておきながら肝心なことは教えず、自身に有利になるよう交渉を進めていった。よって、領事裁判権を認めた、完全自主権がない通貨の交換レートに誤った、基準を設定という内容で条約を締結することとなった。だが全部が言いなりだったわけではなく、ハリスから草案を示され、 疑問を感じた点については詳細に検討し、おかしいと思った部分は都度指摘して何度も、条文を修正させハリスをもださせた。1871年に訪米した、福知大地王子は対面したハリスからの聞き書きとして、岩瀬の機敏なるや論難口をついて出て、王をはるリスをして、答弁に苦しませたるのみならず、岩瀬に、論破せられてその説にさらめたる、上官も、大刈りきと記している。 会談は13から15回ほど行われた。その結果、アメリカ人が日本国内を自由に歩き回ることを禁止当初11、こうだった、開港予定地を4、港に抑えた、輸出入品に関する価格決定権を得ることができた。岩瀬忠成が外交官として活躍した時期はわずか5年だが、日本にとって外国の植民地支配を回避した。町田昭弘は、 条約の不平等条項について、当時は日本人にとって外国との通称は国金で想定外であり、総務的な違い保権について考慮する必要がなかったと指摘し、岩瀬が願い出た香港渡航による実地調査が実現していれば、不平等条約を回避できた可能性はゼロではないと記している。日米修航通商条約に加えた、 乱路英仏の修好通商条約の5カ国すべてに立ち会い調印したのは岩瀬忠成ただ,ただ一人である。三河岩瀬氏は藤原南家の末裔で鎌倉時代に幕府官僚として活躍し南北朝時代には欧州の豪族となった二階同士の氏族と言われる。岩瀬氏の祖は15世紀に欧州から三河国に移り戦国大名を今川氏に主管して 老い軍内に領地を授かる。また、岩瀬氏康の時代に、松平清康に仕え、以後、松平、徳川のために尽くしたことが、完成重州諸家府に述べられているが、松平、徳川方の資料には、家康の父や祖父の頃から、岩瀬氏が服属したとする資料は存在しない。東三河の土豪であった牧野氏、牧氏、野瀬氏などともにその周辺に根を張り、今川氏のため、 西三河の松平氏と対峙していた勢力であったと見られる。もっとも松平清康が三河国をほぼ統一した協力四年に吉田城主牧野氏及び牧氏には清康と戦った資料伝説が存在するが牛久保城主牧野氏及び岩瀬氏には清康と合戦したとの資料伝説は未見である。室町戦国期の岩瀬氏の総領家は 家康の関東以降に随獣せずに、保イ軍占領村の合詞となり、明治を迎えている。大塚城主、岩瀬氏、春の弟、泉守入道前世が、牛久保城主、牧野氏に付属したのが、徳川幕臣、岩瀬氏の祖である。この家系の岩瀬氏は吉左衛門を通称として、家康に付属後もしばらくは、牧野氏の参加にあった。関西重所所家府によると、 a 六七年に、岩瀬氏は、岡崎で、家康に越見して直進にでしたが、その後、当主は二代にわたり、戦場で討ち死にしている。岩瀬氏が、徳川、松平の家臣となったのは、清安以来説、a 六七年説、天正十八年説の三つがある。江戸時代には、はじめ岩瀬吉在門家から、各三百票で文家として分出された幕臣の、幕家が二つあった。 忠成は文家の出身である。また、幕臣岩瀬氏の同族遺留として、相模国小田原藩主大久保市十万国の戦国級の重臣となった吉右衛門を通称する岩瀬氏がある。幕末に小田原藩の番頭席から過労職に抜擢された岩瀬大江進むは、官軍の軍艦を殺した責任を取るため切腹した。ありがとうございます。